まず洗濯機ってあるじゃないですか、コインランドリーの。そこに人を入れて回すっていうことをする監督もいるんですよ。昔の新体操部の体罰指導を思い返したいと思います。今では信じられないということで、辛い過去を今日はお話したいと思います。バク転パーソナル教室の谷俊太郎でございます。いやー、もう話しやすいテーマこの上ないですね。これはひどいし、辛いし、痛い、ちょっと見るに耐えない動画になると思いますけれども、皆様現実はこうだよということで楽しんでいただければと思っております。面白いと思った方は高評価とチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。はい、では早速どんな指導だったかということなんですけど、まあ、僕がいたのがですね、某強豪高校だったんですけども、これちょっと名前はねなかなか言いづらいんですけれども、もう青森のとてもとてもスポーツが強い学校に通っていました。野球部も強いし、サッカーもめちゃめちゃ強いし、昔は卓球も強かったし、もうすごかったですね。新聞に載るって言ったらなんかこう悪いことだったんですね。なんかこう体罰をしたとか、なんか先輩を殴ってどうこうとか、なんかぼや騒ぎが部室でありましたとか、まあ、そういうような内容ばっかりなんですよね。指導というか、まあ、いわゆるやんちゃなやつらっていうのがまあ集まってきてるので、おそらくそれを統率するためにちょっと体罰混じりのことをちょっとしないと、そもそも管理不能だということはよくわかりますよね。ほっといたらこいつらもうとんでもないことをしでかすという感じの雰囲気の中、部活ごとにですね指導が行われているという感じになっています。具体的なところで言うと、全国から集まってきてるんで帰れないじゃないですか。地元帰ったらもうさらに居場所ないんですよ。地元にも監督っているじゃないですか。ジュニアのジュニアと監督と高校の監督がつながってるんで逃げ場ないんですよ。精神的にももう追い込まれた状態なんですね。なので何を言っても大丈夫みたいな感じなんですよ。もうむしろよろしくお願いしますって、ね、ボコボコにしちゃってくださいみたいな、マジでこんな感じなんですよ。だから全寮制だし24時間管理された状態みたいな感じです。それがまあまずどんな指導だったかというと、それを想像していただければ分かります。もう逃げ場はございませんということで、日本一になるのみでございます。理不尽なこともめちゃくちゃあるんですよ。何それみたいな。まずは先輩の言うことは絶対みたいなっていうことって、多分いろんなことで聞いたことあると思うんですけど、この絶対の領域っていうのが逸脱してるんですよね。普通のことから本当にそんなことやらせるっていうことたくさんありまして、なんだろうな、エピソード喋っていいのかなってことたくさんあるんですけど、まず寮とかの話になりますけど、洗濯とかそういったことあるじゃないですか。もうそういうのまず後輩がやるのが当たり前みたいな感じなんですよ。まあ、洗濯ですよ、自分の身の回りのものなんですけど、寮ってなんか普通その生徒が自立しなきゃいけないし、それを学ぶ場所だよねみたいな感じで自分のものは自分でやるんですけど、先輩のものを全部後輩がやるんですよ。寮母さんが後輩みたいになってて、とんでもない洗濯をもう毎回こう何回も回して、洗濯機の前でこう待ってでこう出して、こうで先輩が「こうしましたあざます」みたいな「あざました」とかっていうことなんですよ。ひどくないですかっていう。寮の行いがもうヤクザみたいな組織になっちゃってるみたいな、監督もなんかもうそれが伝統だみたいな雰囲気で、別に何もないわけですよ。そういうことがあったりとか、言うことはでも社会に通用するためにとかなんですけど、社会でそんなことあるみたいな。僕はまあその気づいてる側というか、だいぶ昔の話という、昔の上司はそうかもしれないですけど、今の会社でそんなやついるみたいな、そんな上司いないからっていう、これもね言いづらいですけど、なんか先生の授業があるわけですよ。監督の授業があるわけですよ。ちゃんと監督ももちろん学校の先生ですから授業やってるんですよね。監督の授業なんて恐ろしいじゃないですか。授業でこう板書するんですよ。カンカンカンって書くじゃないですか。でまあ字が汚いんですよ。なんかめちゃくちゃ崩して書いてるんですよ。読めないだろお前らみたいな感じで、社会の上司はお前こんな感じだぞみたいな感じで、これ読めんかったら振られた仕事こなせんぞみたいなこと言うんですよ。はあみたいな。理不尽ですよね。意味わかんないですよね、その理屈が。ただ単に字があんまりお上手じゃないっていうだけなんですけど、っていうようなエピソードがたくさんあるっていう感じですね。今も結構新体操部とか、まあ、他の部活の話なんですけど、まあ、女子の新体操とかどうなのかっていうところなんですけど、女子はね体罰はそんなないと思いますけど、ダイエット的なやつですよね。体を絞んなきゃいけないんで、
とにかくものすごい厚着して上をひたすら、あ、そう、外周、体育館の外周なんですけど、ひたすら走ってるんですよね。女子がなんかもう雪だるまみたいな状態でバー走ってるんですよ。 何やってんだろうみたいな感じなんですけど、こうバー降りてきて脱いで体重計の前でこうタッみたいな、なんか先生がヤンキーづらいでこうあーみたいな感じ見てるんですよってすいませんみたいな感じでまた来て、うわーみたいな、いや何これみたいな、格闘技の減量のやつが目の前でなんかやられてるみたいな感じだから、軽量ですよね。目標があってクリアできてないと何やってんのみたいなことでしょうね。それは、まあ、ほぼ体罰ですよ、ね、完全に。それはありましたね。っていうかどこも今もあるんじゃないですかね。どうしても見た目がね作用されてしまうスポーツなんで、細くて背が高い方がで、首がこう長くて顔がちっちゃい方がまあ見栄えが良くてこう点数が出たりする競技なんで、まあそういうことをしっかり教えていくことで、その人も監督になったらそれをやっちゃうんじゃないかなって僕は思っちゃうんですけど、まあそれはちょっと業界の闇ですよねっていうことですね。次はですね、他校ですよね。ライバル校の話ですね。あそこの高校は監督やべえらしいよみたいな話もまあ飛び交うわけですよ。もちろん私指導者もやってたんですけど、まあひどいですね。九州と東北と、まあ、関東みたいな、まあ、一人一人なんかもう 鬼監督みたいな人いるんですよ。そのエピソードもたくさんありますね。ちょっとこれ喋れない内容が多いんですけど、出すとしたらですね、伝説的な話でまあよく聞くんですけど、まず洗濯機ってあるじゃないですか、コインランドリーの。そこに人を入れて回すっていうことをする監督もいるんですよ。シンプルにあの大きいあるじゃないですか。確かに子供はあそこ入ってみようって思うかもしれないですけど、普通に入っちゃダメだし大変なことになるじゃないですか。回るわけですよ。そして暑いんですよ。それをやらされたっていう人がいるんですよ。事実なんですよ。やばくないですか。思いついたことやっちゃうみたいな、そういうことがあったりとか、あとはですね、その詰め方ですよね。まあ僕も指導者やってたんで分かるんですけど、生徒に演技をしてこい、頑張れよって送り出すとか、そういう時とかに結構詰め方として、練習の詰め方もそうなんですけど、まあ、失敗したらしばくよみたいな、お前は失敗したら分かってんのかみたいな詰め方にもなんかいろいろあるじゃないですか。それがなんか普通に体罰をするから失敗しちゃいけないみたいなことの詰め方も過去にはたくさんあったらしくて、新体操でいう失敗って結構そういうことじゃないんですよね。自分がやってきたことを出せるか出せないかの結構精神的なところがやっぱどうしてもあるんですけど、それが恐怖の支配みたいになっちゃう方が正しいって思ってるし、正直超すごい成績を確かに残せる可能性もあるんだよっていう感じになっちゃってるんですよね。でしかも勝っちゃってるんですよね。しかも優勝しちゃってるんです。それで結構それが通例になってるっていう噂は全然まだありまして、今現在でもどこかの高校ではそれが行われているという業界でございます。もうたくさん耳に入ってきております。怖いですね皆さんね。もちろん全部アウトですからね、ダメですからね。あと僕の話は過去の話ですからね、話した内容は今も行われてるか分かりませんよ。ただ噂ではまだ現在もやられてるかもしれないという話は聞いておりますので、選ぶ高校とですねクラブチームは考えた方がいいと思いますよ。体罰っていうのはですね本当にダメですよ。バレないからいいとかっていう問題ではなくて、その生徒さんの結構将来をもっと考えた方がいいですね。ここで優勝できるかできないかでしか判断していない人がする傾向にあるので、将来のことを考えたらそれをする必要なんて絶対にないので、まあそれが優勝できるチーム、優勝できる選手を引き上げたいっていうのは分かるんですけど、身の丈に合った指導といいますか、そんな体罰をしないとその人を優勝させられないっていうこと自体がおかしいと思うんですね。なのでもう身の丈に合ったというか、素晴らしい選手が揃って、素晴らしいチームが揃って初めて優勝が狙えるっていう感じでいいと思うんですよね。伝統でいうここの上位を目指さなきゃいけないからこれをやらなきゃいけないになってる気がするんで、それは完全に間違ってますということです。よろしくお願いします。はい、ということでもうベラベラ喋っちゃいました。こういう話はもう私も大好きって言っちゃいけないですけど、まあゴシップと言いますか、結構こういう話は好きな人多いじゃないですか。だし意外と知らない人も多いんで、日本一を取ったっていうスポーツ選手の話を聞くとこういう話をめちゃめちゃ聞けると思うので、近くにねスポーツめっちゃ頑張ってたって人いたら、ちょっとこういう話聞いてみるともう意外な話たくさん聞けると思うんで、いろんな人に聞いてみていただければなと思います。はい、でも今日の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。